ケンペゴーダ国際空港は、インドのベンガルール近郊、カルナータカ州デーバナハリーにある国際空港。旧称は、バンガロール国際空港。2013年7月、インド内閣は、カルナータカ州政府が、中央政府に対して2009年から提出し続けてきた、ベンガルール空港をベンガルールの街を築いたケンペ、ゴーダ一世にちなんで、 ケンペゴーダ国際空港に改名する案を許可した。これにより2013年12月14日よりベンガルール国際空港は正式にケンペゴーダ国際空港と改名された。市内にはヒンドス対抗空気の所有する HAL ・バンガロール空港があり民間共用の空港として利用してきた。HAL ・バンガロール空港は 軍用機の試験など、軍用飛行場としての機能があるため、民間路線の発着数を増やすには限界があり、急増する民間航空需要に対応するために1991年に新空港建設計画が立てられた。新空港はベンガルール市内から約 40km 北方で2005年より建設が始まり、2008年5月24日に開港した。 インドの格安航空会社インジゴやスパイスジェットの拠点空港である。空港ターミナルは2階だけで、1階の正面から見て、左半分が出発口、右半分は到着口となっている。インドの空港の通例でターミナルに入るところで航空券やパスポートの提示を求められるため、出迎え見送り客はターミナル内に入ることはできない。1階で チェックインを済ませた後、エスカレータで2階に登ると、両外所前を境に、国内線は左へ、国際線は右へ進むことを求められる。一方、国内線到着は2階登場橋もしくはランプバスで1階、到着口に着いた後は、1階できない預け荷物を取る形だが、国際線到着の場合は、登場橋を渡って、入国審査を受け、1階に降りできない預け荷物を、 取って税関検査へ進む形となる。出口は国内線、国際線とも共通であり、両替所、プリペイドタクシー手配所、レンタカー窓口等がある。ターミナルビルを出ると、プラカードを掲げた出迎えの人たちの列を目にすることとなる。市内への高速道路が建設され、バス、プリペイドタクシーが運行されている。鉄道によるアクセスも計画されている。 空港から市内へはタクシーで1時間くらいであるが、時間帯によっては渋滞により2時間以上要することもある。車寄せのところにはタクシー乗り場があり、さらに空港内周回道路をまっすぐ突っ切った先の右手に空港連絡バスが発着するターミナルがある。その途中左手にはテーブルやベンチもある、屋外式のコーヒーショップもあり、くつろぐことも可能。なお、 出迎え、見送りの一般車については10分を超えると課金されるシステムがあり、また、車寄せでの停車もごく短時間しかできないため、装着するも利用者駐車場に入れずに出迎える場合は、一度車寄せを出て、空港周回道路を回り直して待機するなりして、出会うタイミングを測る必要がある。ありがとうございます。